ヒョウモントカゲモドキの新しい餌、レオパブレンド。これはジェックスさんの商品ですね。ジェックスの新商品で、ドッグフードみたいなね、ここにあるようなドライタイプの、餌です。で、常温保存もできるので、非常に便利な餌が出たと。今までレオパの餌って言ったらね、ほとんどコオロギとか生き餌だったんですよね。で、まあ、最近ジェルタイプの餌とかも出たけれども、こういうねドッグフードみたいなペレットのやつは実はあんまなくって、で、まあ、これもできた状態であるから、これをちょっと使ってみようかなと思います。でもこれできた状態って言ってもね、ふやかさないといけないんですよ、水に入れてね。3分間ぬるい真湯で浸して簡単に揚げることができるということですね。で、これがふやかした餌です。これね、こんな感じで、3分間ぐらいふやかすとちょっと柔らかくなるんです。でふやかす前はドッグフードみたいなカリッカリの状態で、ふやかすとこういう状態、一回りふやかして大きくなるような状態になります。で、あんまりグズグズになってもあれなんで、水分を切ると、こんな感じかな。で、いつものコオロギ揚げる時と同じようにこうやって、あ、食べた。お、ずいぶん落としたね、あんたね。違う、やり方違う。これね、この部分、ここあるよ、ここあるよって感じ。持っていった。食べんな、下手くそだなーって感じ。美味しくいただいております。はい、って感じ。落としちゃった。俺ね、この餌ね、すげえおすすめ。ってのはね、こんなに便利な餌ないでしょ。もう、こういうやっぱドッグフードみたいなやつがね、一番楽。コオロギに育てなくてもいいしさ。コオロギあげようと思った時にさ、死んじゃってる時あるじゃない、やっぱり生き物だからさ。そうすると、こう食べれなくなっちゃうからさ、こういう、いつでも食べれる状態の餌ってのはやっぱり最高だよね。こっちは、ラプターですね。ラプターのウェルちゃんですね。ティカちゃんと全然性格違ってね、餌を追いかけたり全然しません。というのはこの子多分目がね全然見えてないんですよ。地元に持ってやってやるぐらいじゃないと、こいつは全然見てもらって分かるかもしれないですけど、
噛んでるところがまずね、ちょっとね、見えてんのかなっていうようなところを噛むんだよね。足元にこんなにいっぱいあるのにさ、そんなちっちゃいやつ持ってる。あ、置いてあっても食べるんだね。そうそう、持ってくよ。置いてあっても食べるんだけど、動かしてやった方がね、食べやすいね。空来い。ちょっと微妙なところを噛むでしょう。この人工餌にね、慣れてないとね、置きっぱなしでも食べないんだよ。で、いつもコオロギを生きたやつばっか食べてる場合は、こうやってね、目の前で動かしてやらないとね、食いついてこなかったですよね。あ、こいつは置いといても食べるけどね。大きいの食べたね。レオパギルよりかもちっとした感じがないからすぐにちぎれちゃうのかな。ふやかしすぎ？そう、ちょっとふやかしすぎなのもあるね。もうちょっとドライな状態であげてもよかったかもしれない。あとレオパギルはもうちょっとね、そう、そのもちっとした腰があったからさ、あれはちぎれなかったんだよ、うん、ただこれはもっと粉状のものを固めたものだから、あの魚の練り絵によく似てるね、うん、で匂いもね、魚の練り絵によく似てるんだよ。だからあの川魚の練り絵によく似てる。多分成分もね、川魚の練り絵ってあれ虫餌じゃん、要は魚が食べてるものって。だああいう風に作ってあるんだと思うよ、なんとなくね。あの昔あったあのマルキューが出してるさ、川魚の練り餌って使ったことある？釣り堀の鯉とかの餌なら。ああ、まあまあそんなイメージよ、うん、そういう感じかな、匂い的には。もうこいつもそろそろそんな食べないと思うけど、いらないって感じだったんだよね。よし、じゃあこいつもお見合いに。で、こいつティエラちゃんと一緒に入れるんだけど、もうね、レオパの繁殖の時期ってね、終わったんだよ。こいつら春先、冬の終わった後、冬の寒い時期が終わった時、春先なんかによくね、産卵するんだけど、でも、まあ、
年中産むチャンスはなきにしもあらずということで、一緒に入れます。春先にもね一回ね一緒にしてみたんだけど、その時は産まなかったんだよね。はい、はい、じゃあ今日はこんな感じで、ジェックスのレオパフード、レオパブレンドか、揚げてみたでした。ありがとうございます。